どうも、クーニンでーす。皆さん、甲子園始まりましたね。都道府県の代表チームが甲子園で熱いバトルを繰り広げております。クーニンズでもその甲子園を目指して戦った男たちがたくさんいます。今日はですね、クーニンズメンバーの甲子園を目指してた高校時代のお写真を紹介したいと思います。ではまずですね、駒大苫小牧高校で頑張っておりましたピッチャーの落合くん、こちらです。で、今の写真がこっち。やっぱ体つきがかなり変わってきますね。こういう形でですね、こっち側に高校時代、そしてこっち側にですね、今の写真という形で紹介していきたいと思います。続いて、投手陣のキャプテン、宮川淳さん、こちらです。え？メガネキャラ。高校時代は埼玉栄高校で甲子園にも出場してるんですけども、なんと当時はメガネをかけたキャラクターだったんですね。明善高校、福岡の明善高校で頑張っておりました、長田くん、こちらです。はい、そうですね、長田くんというのはテルの答えでございました。当時からキャッチャーとして頑張ってました。この頃が西武からスカウトを受けた頃ですね。続いてはですね、花咲徳栄高校で甲子園に2度出場した埼玉の一郎、田中くん。はい、田中くんがこちらですね。全然変わってなくない？さあ、続いては東南高校で報徳学園の田村選手とも投げ合ったことのある阿波津くん。まあ本当に、なんていうかね、眉毛の形が違うぐらいで、あとのパーツは全部一緒ですね。体型もそこまで変わらないですよね。さあ、続きましては、坂田南でキャッチャーをしておりました、三浦くんです。こちら。ひげがね、増えただけですね。ひげが増えただけですね。続いては沖縄の南部工業で頑張っておりましたマナこと荒崎くん、こちら。これも全然変わんないですね。今のマナが22歳ですので、あんまり変わんないですね。続きましては虎姫高校で頑張っておりました西島くん、こちら。はい、今でいうコウですね。コウの当時のお写真はこんな感じです。こちらもね、あんま変わんないですね。続いて国士舘高校で頑張っておりました下牧くん、こちら。マッキーも変わらない。マッキーもやっぱりね、まだ卒業して数年しか経ってないので変わんないですね。眉毛の形がちょっと違うぐらいですね。あとちょっと帽子曲げすぎですね。続きましては、成立学園でプレーをしておりました木村くん、こちらです。はい、キムカズの当時のお写真がこちらですね。なんかすごい、僕だけですかね、今巨人にいます片岡選手にそっくりな気がしますね。ただひたすらにイケメンです。続きましては上石寺高校で頑張っておりました国分くん、こちら。ブンブンの当時の写真ですね。当時からヘルメットの中に帽子をかぶってたと。頭が小さいんですね。続きまして都立福生高校で頑張っておりました福峰くん、こちら。ライルの高校時代がこちらですね。やっぱちょっとね、体つきは細いですよね。ただめちゃめちゃイケメンですね。ビバリーヒルズ青春白書に出てきそうなイケメンです。さあ、続きましてはですね、智弁和歌山高校で甲子園に4度出場しました上野くんの写真、こちら。はい、ジャスティス上野がジャスティスじゃなかった頃ですね。まあ、ある意味名前が正義なんで、この時もジャスティスなんですけども、キャッチャーとして甲子園活躍してた頃の写真ですね。まあ、今と体型がちょっと超えたぐらいで、他はあんまり変わんないですね。さあ、続いてすごいですよ。これはすごいですよ。これはマジですごいです。佐原高校で頑張っておりました、前澤くん、こちら。全然違う。ガリガリ。ガリガリくん、ガリガリくん、ガリガリくん。体つきがもう全然違いますね。フォーム感はなんとなく躍動感とかも含めて似ているところあるんですけども、もう体つきがとにかく違うと。いやー、この頃彼は思ったでしょうね。いやー、この頃は思ってないでしょうね。数年後、マッチョになってダルビッシュさんとトレーニングするなんて。はい、ということでですね、クーニンズメンバーの高校時代のお写真を紹介させてもらったんですけども、皆さんいかがでしょうか？楽しんでいただけましたでしょうか？今日の動画はこちらで以上となります。応援が、はいはい、そうですか。あ、まあそうですよね。そうです。クーニンの高校時代をよこせということですよね。わかりましたよ。出しますよ。じゃあちょっと野球のやつはちょっとなかったんですけども、クーニンの高校時代の写真はこちら。
はい、いじってくれよ、いじってくれよ、もう本当に。何これ、何これ、すげえ芋だな、びっくりするぐらい芋。これクーニンじゃないでしょ、これ芋人でしょ、これ芋人だよ、これ芋人です。ちなみに整形はしておりません。今月のプレゼント企画、ハイパーマッハ、83センチミドルバランスタイプと84センチトップバランスタイプをプレゼントします。チャンネル登録よろしくお願いします。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。